今回は全身の脂肪燃焼ができるよ。ピントレ始まるよ。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブに来ています。ピントレご指導は日本一の美ボディにも輝いたことのあるゆこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。5月も最後ということなんですが、はい、今月のテーマから、今月は夏に向けて脂肪燃焼でございます。今日はどこ、今日はやっぱり最後なので全身行きたいなと思っております。いいですね、全身の脂肪燃焼ですね。そうなんです。まあ、有名なトレーニングといえば、夏希さん何が思い浮かびますか？脂肪燃焼で、まあ、大きな動きの有名なトレーニング。やっぱりスクワットじゃないですか？そうです、スクワット、スクワットってやっぱりすごい絶大な効果があるわけです、ね、ですけどやっぱり膝とか腰とかなんか不安に思う方も多いと思いますが、今日はスクワットしっかりといいフォームで大きく行うことで脂肪燃焼をしていきたいと思います。お願いします。はい、ジャンプスクワットでございます。ジャンプ、はい、ジャンプします。はい、まず立ってもらいます。はい、立ったら両手を頭の上で合わせましょう。はい、はい、そしたら足を開きます、うん、両手も開きます、うん、そのまましゃがみます。あ、これスクワットだ。はい、そうなんです、はい、この時にポイントがあります。やっぱり膝つま先同じ方向、これはもう一生大事なことですね、はい、結構内に入る方、外に流れる方、あとなんかこんな感じになってしまう方も多いので、痛みそう。そう、膝つま先同じ方向、これはまず大事ですね、はい、次に膝が出すぎないことも大事です。結構前もも感じる方はいつも膝が前に出てしまっているので、お尻を後ろに出すようなイメージで、はい、もうきついですよね。もうね、はい、早く次に行きたいです。できる方はちょっと深くですね、難しいなという方はちょっとお尻浅めでも構いません、はい、そしてジャンプで戻る。あ、ジャンプで戻る。そうなんです、うん、なので、まあ、膝に不安がある方は特に一歩ずつ足出してもらって、はい、手を広げてゆっくりで構いませんし、うん、ジャンプだけポンと行きましょう。はい、行けそうだったら両手両足一緒に広げてしゃがんでいきます。そう、ちょっと膝が前に出てきたのでお尻を高く、そうです、そうです、膝つま先同じ方向意識しないとちょっと、そうなんです、ね、結構あの癖が皆さんあるので、うんうん、まあ、自分が思うよりもちゃんと膝を開いてお尻を後ろと思った方がいいですね、はい、3拍子ぐらいで一旦一緒にやってみましょう、うん、はい、1、2、3、そうです、1、2、3、そうです、1、2、3、上手です。リズム上がってきましたね。そうなんです、まあ、リズム持ってやると少し柔らかく体も使えるので、うん、膝の負担も少なくなってきます、はい、でもうちょっといけそうって方は2拍子なるほど、はい、1、2、これを1拍子でやれたら、まあ、より早いわけですね。え、イメージとしては一緒にやってみましょう、一旦ね、はい、せーの、1、1、1、1、そうです。え、これどれがいいんですか？あ、どれでもやっぱりあのフォームが一番大事と思ってください。なので早くやったら当然膝が内に行ったり前に行ったりしてしまうリスクが上がるので、うん、まずは自分がちゃんとできてるなと思ったら3拍子から、そして2拍子1拍子とやっていただければいいかなと思います。もうなんかこう心拍数も上がってる感じがします。そうなんです、やっぱり股関節大きく動かすのでもう本当に心拍数当然上がって体力つくことにもつながりますし、筋力アップ脂肪燃焼にもつながるので、まあ、体膝気をつけながらやっていただければと思います。ゆこさんは LINE でも情報を発信しています。 LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、最初にアンケートが送られてきますので、お答えいただいた方には5つの健康動画をプレゼントしています。ぜひゲットしてみてください。夏に向けて脂肪燃焼、皆さんも頑張っていきましょう。ゆこさんありがとうございました。ありがとうございました。以上、ピントレでした。